ロベー会社で活動したアレクサンドル・バラノフ。ロシア領アラスカの初代総督でもある。アレクサンドル・アンドレイエビチ・バラノフは、ロシア帝国の商人、探検家。毛皮を求めて、アラスカに入り、ロシアの入植地を建設した。また、初代のアラスカ総督ともなった。バラノフは1746年に、現在のアルハンゲリスク州にあたるカルゴポリの町で、生まれた。 15歳で家を出たバラノフは、東シベリアのイルクーツクで商人として成功したが、当時毛皮取引が成長していたアラスカに魅せられた。1790年、アラスカで活躍していた毛皮商人のグリゴリー・シェリホフがバラノフを雇い、彼はアラスカでの成功の足がかりを築く。1792年には、アラスカ南沖のコディアック島にあった入植地を新たな場所に移した。 1795年、ロシア人以外のヨーロッパ人商人の進出を懸念したバラノフは、アラスカ南東部の島で現地のトリンギット族から土地の使用権を買い、1799年に、ロシア人とアレウト族からなる移民団を送り新たな入植地ミハイロフスクを作った。シェリホフは1795年に死去し、その後を継いだニコライ・レザノフの移行により、1799年に、 設立された、ロベイ会社の支配人は、バラノフとなっている。バラノフは、アラスカー・アリューシャン列島、千島列島に、ロベイ会社が持つ権益のすべてを管理した。1802年に、トリンギット族との対立で、ミハイロフスク入植地は破壊されたが、バラノフは1804年に軍隊を連れて、島に戻りトリンギット族と交戦した。彼は、新たな拠点を築き、 これを故郷近くの大きな町アルハンゲリスクにちなんで、ノボアルハンゲリスクと名付け、ロシア領アメリカの首都とした。アラスカ植民地は、食糧難に苦しんだが、アシカやラッコの領とその毛皮の取引で利益を出した。バラノフは、先住民を指揮して、カリフォルニア沖に至るまでの広い範囲で量を行わせた。また先住民に対する諸島教育の機械拡大を、 支持して学校などを建設している。この時期、ロシア正教会の聖職者がアラスカに入り、先住民への布教を行ったが、先住民が、路米会社の奴隷同然となっており、毛川商人が先住民に対して残虐に振る舞い、搾取していることを非難したため、バラノフと聖職者の関係は荒れがちであった。バラノフは1799年から1818 18年に、 かけて、アラスカの領主として君臨したが、人生の終わりを感じて、ロシアへの帰途に着いた。彼は、太平洋を南下し希望ボボン周りで、ロシアに帰ろうとしたが、途中で重病になり、ジャワ島のオランダ植民地の拠点バタビアで1819年に死亡した。ありがとうございます。